祇園主祇園銀南、中村梅玉は歌舞伎役者の名跡。屋号は高砂屋、縄文は祇園神、河右門は祇園銀南。梅玉は三代目中村歌右衛門の拝名に由来する。中村福助の名跡が東西に分裂した後、大阪の高砂屋三代目福助は中村歌右衛門を襲名するわけにもいかないことから、三代目歌右衛門の拝名。 梅玉を名石として独立させ、これを二代目として名乗った。1948年に三代目梅玉が死去し、1969年に、その養子、高砂屋五代目福助が死去すると、高砂屋では、家計が途絶えたため遺族が、福助の名石を、聖駒屋に返上することを申し出た。これを受けて六代目、中村歌右衛門は、昭和42年に、全名の二代目、 加賀や福之助から聖駒屋八代目福助を襲名した養長氏を平成4年に高砂屋の四代目中村梅玉とした。ここに百年以上にわたって分裂していた中村福助の名跡は中村梅玉の名跡と共に統合されることになった。このページは人名の曖昧さ回避のためのページです。同名の人物に関する複数の記事の水先案内のために 同じ人名を持つ人物を一覧にしてあります。お探しの人物の記事を選んでください。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。ありがとうございます。